河野池財閥は、江戸時代に成立した日本の財閥。16世紀末、河野池家が、摂津国川辺郡河野池村で聖酒の醸造を始めたことに始まる。その後、一族が摂津国大阪に進出して、両外省に転じ、河野池前衛門家を中心とする同族集団は、江戸時代における日本最大の財閥に発展した。 河野池新六画像河野池家の始祖は河野池新六である。家電では新六は天腰家臣の山中鹿之助の子という。新六は慶長年間には伊丹郷町にほど近い河野池郷ですでに酒造業を行っており、江戸へ酒を輸送して販売を行っている。聖酒に関しては新六の店の手代が失跡された払い船に灰を投げ込んだことで、 初めてその製法が発見されたものであるとの伝承もある。子孫である山中元長と長男元進が建てた河野池稲荷荒井渋文が主張する通りに河野池号を聖酒発祥の地とするかについては議論が分かれるものの、新毒が改良したとされる醸造法は聖酒の大量生産を可能にし一般に流通する契機となった。現長年、新毒の次男、 全米秀重は、大阪に移り、醸造業を始めた。源那5年には、新緑も大阪うち9法寺町に、店舗を設けて、醸造を営むようになり、河野池一族の拠点は、大阪に移動した。一族は、やがて海運業にも進出した。新緑には、多数の男子があり、河野池村の本家と醸造事業は、七男の、新江門元へが継いだ。大阪における、醸造。 海運事業は、次男の前兵秀重、三男の又江門の生、八王の前衛門正重がそれぞれ引き継いだ。河野池神殿会所両替商として、名を成した河野池前衛門家の初代、正重は、新六の八王である。寛永二年には正重は九条島にて、海運業を始めた。大阪から江戸への酒積みが多量となり、陸路束で運んでいては間に合わず、 海上輸送を行うことにしたのである。海運業の創始によって、西国大名参勤交代の運輸や蔵物の取扱いなど大名との取引関係が生じ、その関係から大名菓子が始まった。明暦2年には、両替店を開店し、町人菓子や大名菓子で繁栄した。漢文10年には、幕府雇用の両替商として、住人両替という地位にもついた。河野池は、 酒造、海運、金融という、一見相互に無関係の業務を営む形になった。後に、河野池は、海運、酒造から手を引き、金融業と大名菓子中心となり、成長を続けた。全国百十藩が、河野池家からの融資を受けていたと言われる。江戸時代にあっては、徳川家は元より各藩に、財務能力が乏しく、 民間人である豪商に丸投げする形で財務管理を行った。マスヤの山形番頭に典型的なように財務を履行させるために豪商が人材を派遣し、反省を大きく動かすこともしばしば行われた。大名菓子以外には、この時代に河野池家が営んだ事業としては、三代目前衛門宗都市が着手した河野池神殿の開発なども有名である。 幕末期には、河野池家の資産は、銀五万貫にも達しており、大鳥よしひとたび起これば、天下の諸公職を失うとまで言われた。河野池の犬という落語があるが、日本を代表する合商として、徳川家を通じて、広く知られ、長く繁栄した。河野池家一族や有力な奉公人はそれぞれ、一家を建て、前衛門家を本家として、別家、文家と呼ばれる。 同族集団を形成した。それぞれの家は、単体でも大きな商家であり、本家との関係や専門とする業種には相違があるが、金融業を手掛けたことで共通していた。有力な分家としては、初代前衛門の兄に始まる英三郎や、新し十郎家や、禅五郎家がある。また、別家では、前衛門家から独立して、河野池庄兵衛と呼ばれる、両外商となった。 中原昌衛家や草間伊助家や池尻力家が挙げられる。幕末から明治維新にかけての河野池全衛門や当主は十代目の幸い富である。明治維新において河野池家は大名菓子を帳消しにされて大きな損失を被ったともそれほど大きな痛手はこむらなかったとも言われる。しかし河野池家は維新後も金融業から他の事業へ 営業分野の拡大はあまり図らなかった。維新後の色々な企業の発起人には多く河野池、前衛門が名を連ねているが、同家の名声を利用するために誘い込まれた者も,も多い。明治以降の河野池家の営業法人は、堅実を胸としていたため、政章としての性格を色濃く持つ三井のように、反発政府の成長政策と補調を合わせて、急速に発展することはできなかった。 1877年に、善衛門が設立した第13国立銀行も他の諸銀行に次第に抜かれ、一地方銀行へと交代していった。事業体としての河野池財閥は、十大善衛門の次男である河野池新十郎が、第二大総帥として、再害を振った。善衛門家は長らく、日本有数の富豪としての地位を保ち、明治44年には十一大善衛門が、 男爵に助釈されている。第二次世界大戦後、財閥解体や農地改革によって、河野池家は甚大な被害を受けた。往年の河野池男爵家本邸の一部は、大阪美術クラブとして残っていたが、2007年に解体された。1877年に、全衛門が設立した第13国立銀行は、1897年に普通銀行に転換し、 河野池銀行となった。1933年12月、河野池銀行、34銀行、山口銀行の三行が合併し、三和銀行が創立された。後に、三和銀行は、河野池全英門の両外省としての創業の都市、新六1656をロゴマークに記している。第二次世界大戦後三和銀行を中心として、三和グループが形成されると、 河野池財閥参加の企業も三和グループに加わった。三和銀行は2001年に UFJ ホールディングスとなり、UFJ ホールディングスは2005年に三菱東京フィナンシャルグループと合併し、以後、三菱 UFJ フィナンシャルグループとなった。財閥の持ち株会社として、1921年に河野池合名会社が設立されている。コ野池合名会社は、 変遷を経て、河野池神殿を中心として、不動産経営を行う会社となった。1976年には、河野池神殿会所東側の敷地を開発し、ショッピングセンター、河野池グラナリーコートを建設している。2001年に河野池合紙会社と社名を変更した。河野池家の美術コレクションや文書などは、河野池合紙会社資料室が所有している。 河野池前衛門家は、代々、茶人や文人趣味の当主を輩出し、氷仙家とも縁が深かった。特に四代宗貞は表仙家七代捜査に支持し、奥義を極めたという。明治初めの当主、十代河富美も、生きの神と言われた、東大随一の好き者、千草や平瀬六光と交友し、徘徊を好むといった風流人であった。明治、大正期を通じて、 その屋敷では玄関先で鶴を飼っていたという。三代目、河野池前衛門宗俊の弟又四郎は、彼自身も、商家として、大を成したが、サムスンヤブエモン、富永義春、船橋屋、四郎衛門、備前屋吉兵衛らと共に、環境学問所海徳堂の設立や運営にも力を貸したことで有名である。十一代当主斎は相方の次男、 河野池みゆ文も並外れた通人で、上流璃研究の第一人者として知られる。また、同族からも江戸時代に、茶人、河野池道区、経済学者、草間直方、近代に、文人植田オーラが出ている。河野池家の家伝によれば、子祖の河野池新六は、甘氏家臣の山中鹿之助のことされる。四代、河野池前衛門宗貞は、官報を二年に、 大徳寺玉林院に山中康生の位配堂として南明安を建立している。河野池前衛門家は平成新州旧家族家計体制に当家は山中鹿之助の次男幸い元が摂津河野池村に住居して起こったと言われると記している。一方、河野池家の家電を疑う見解もある。山中康生の実施は娘の八重のみで男子はなかったとする説があり、 1937年には、八重の直系の子孫である、山中三郎と河野池家が、どちらが正当な山中、河西の直系の子孫か争って、裁判となった。その結果、山中三郎が正当な山中、河西の直系の子孫であると判決が下った。河野池や、特に河野池前衛門家は、江戸時代において、交渉の代表格として知られた。 河野池の犬やハテナの茶碗などの情報落語にも、その名が登場している。大阪の中堅ゼネコン、河野池組は、大教閣として知られた河野池忠次郎が創業した企業であり、河野池財閥とは直接の関係がない。河野池組から分かれた河野池運輸や、河野池組の会長、社長が設立した河野池小学財団も同様である。参議院議員。 河野池義忠は、河野池忠次郎の弟、河野池藤太郎の孫であり、本人も認めているように、江戸期の財閥河野池家とは結びついていない。なお、河野池忠次郎の一族も、先祖を山中鹿之助とする伝承を持つと、河野池義忠は、メールマガジンで述べているが、山中鹿之助の子孫は、河野池財閥を起こした山中三ゆ元であり、前述の通り、 河野池財閥と河野池吉忠は全く無関係のため審議は不明。兵庫県伊丹市河野池は、始祖、新緑が創業した地であり、後に、ここから河野池の屋号、仮名が使われるようになった。大阪府東大阪市にある河野池神殿は、三代河野池前衛門宗都市が開発した神田であり、河野池町などの地名もこれに由来する。 ありがとうございます。